おはようございます。終了したいなと思います。どうもありがとうございました。今までありがとうございました。今までありがとうございました。そんなに丁寧でしたっけ。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よく YouTube で見る。確かに。どこも映りも変じゃないの。ちょっとブスって感じ。いや、ヌートバー君はあれでしょ、笑うとさ、前がこうやってリスみたいに出て可愛いじゃん。そうなの？え、ヌートバーって可愛くない？可愛いな。こうなるよね、ヌートバーってなるよね。なってるじゃん。なってるよね、可愛くない？かっこいいの方じゃないの？え、じゃあお前にとってかっこいい野球選手って誰や？かっこいい野球選手。かわいい顔。かわいい、うん、かわいい。大谷くん抜きね。大谷くんはかわいいわ、ちょっと違う。大谷くんかわいいだろ。だけどダメだもん。もうあんなもんさ、大谷くんはもう殿堂入りやん。逮捕じゃないの、かわいい。巨人逮捕、卵焼きの逮捕。逮捕。はい、お願いします。トテトトチトトテトテトトチトトテトテトチトテ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 トが終わった終わった一部でいいこと言っちゃった。二部どうしよう。ちゃんと最後のお別れみたいなこと言っちゃったんだけど、どうしようと思って。でも二部は二部でまたステージで思いついたことだったりとか、素直な気持ち多分出てきちゃうなと思うので、また二部で待っててください。一部ありがとう。
きたーる。行きたくない。カタールは行きたくない。なんでカタール行きたーる。行きたくない。なんでカタール。カタールについて語る。カタールについての話じゃない。ひどくない。ひどくない。カタールって何があるんですか。なーもね。行きたくない。カタールはいっぱいありますよ。カタールワールドカップもあったし、あのいやいや、カタールって言ったらもうカタール空港ね、もう、もうトランジットって言ったらカタールですよ。まず中東であそこでさ、俺もトランジットしたしさ、乗り換え、乗り換え、乗り換え、そうだね、うん、どこに行くとき乗り換え、カタール。僕はギリシャ行ったときにカタールの、カタールだったけど、カタールね、カタール、カタール、カタールね、カタール。何、え、逆にな、何、え、どこでしたっけ、ギリシャ行くときにカタール経由して、うん、トランジットして、はいはいはい、行きも行き帰り、往復、往復、往復、両方とも、両方ともカタールでトランジットして乗り換えて、うん、カタールで数時間、うん、待つ、待つのよ、まあ、すぐポン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 来ないから、ポン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 来ない。何するんですかその間。会員制のラウンジ行って、あ、飲み放題だし、うん、お酒飲んで待って、でも3時間くらい待ったな。え、会員制のって、あの、そう、カタールにもあるんですか。カタール空港ですよ。カタール空港にあります。でもあれでしょ、日本の航空会社のじゃないんですか。日本の会員制、俺はカタール航、カタール航空、カタール航空の会員じゃないか。お前もちょっとカタール航空になってるじゃん。カタールって伸ばす。カタール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 航空の会員じゃないでしょ。でも僕、あ、あれは、あれはもうファーストクラス。あ、そもそもが、そもそもが。ファーストクラス入れるの。入れました。へー。すごかった。何やるの。ファーストクラス？いや、その、え、行き、もう、え、うん、乗り換えってことは2回乗るわけでしょ、片道で。あ、そうそうそう、そうだね、そうそう、日本からカタール行って、日本からカタール行って、うん、で、そっから 10時間でしょ、まずカタールまで10時間10時間。そりゃそうですよ、きつっ。で、中東のカタールから、うん、カタールからアテネ、ギリシャの、ギリシャの、はいはい、アテネまで行って、何時、何時間。それもね、それも4、5時間。きちーる。知らない、そんなに。きつーい。きつーい。きつーい。カタールからアテネ行って、アテネからまたトランジットで、うん、数時間待って、うん、で、そこから、あれ、あれ、急に出てこない。ミコノス島じゃなく、サントリーニだ。サントリーニ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 。島に行って、そこで撮影して。ああ、なるほどね。写真集。はい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 。なんとかトリップみたいなやつ。なんとか、いや、ほぼ行ってるんだよな。なんだっけ？エブリデイトリップ、エブリデイトリップ、エニタイムトリップ、エニタイムフィットネスだ、それ。ゴールドトリップ。ああ、惜しい。ゴールドジムね。ああ、惜しい。なんか、え、なんか、なんだっけ、あれ、ワンデイトリップだ。ワンデイトリップ、ワンデイトリップなのに、何日間も撮影してんのに。だから多分、あれは嘘。ワンデイではない。タイトルか、その、たまたまね。そう。と。サントリーニ島からミコノス島行って、うん、でサントリーニはもう本当に綺麗な、うん、あの白い建物に青い屋根の表紙のやつ、表紙の、そうそうそう、奇跡の一枚ね、あれ。そうなんですか。あれだってもうあそこからじゃないとあの画角で撮れないのよ、写真。ほう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 。そこで撮るためには、うん、観光客と一緒に並んで、あ、自分たちの順番が来て、うん、
2、3枚カメラマンさんがクシャクシャクシャって撮って、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。使えなくなるんだよね、これ音楽著作権とかそういうのに EQ さんうるさいからさ、ギズどうだいいんだ、例えば無理にしてあえての、はい、それビーズもありましたね、メリークリスマス、いつまでも不安に、桑田佳祐さん入ってんじゃん。いよいよ、2部があと10分間弱でじゃあ、スタートです。はい。いやー、12年半、渡った王ちゃんが最後の公演となります。はい、まあ、寂しいですけど、本当に楽しくいきましょう。はい、最後思いっきり笑って、笑って、ちょっとだけ泣いて、そうね、笑って、行きましょう。最後任せてもらっちゃったんでね。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。泣くなよ、泣くな、早くな、泣くのはね、最後の私からの挨拶でしょ。サプライズが始まりましたね。ちょっと行こうかな。本当にあの聞き方なんですけれども、いろんなものがございますのでね、カフェでも本当に一冊いいですかってお話になってきますね。本当にありがとうございます。ありがとう、すみません、ごめんなさい、柿原哲也なるものがこっちで写真構えてます。動画だよ、動画動画まあ、なんかよくわかんないですけどね、呼び込みましょうかね。はい、お待たせしました、柿原哲也さん、お願いします。俺たちが配信してるときにちょっとなんか社長とかあと、執事の上田さんとかが上田ね、なんかこうスタッフさんとか社員の皆さんとかに挨拶してるかもしれないけど気にしないで、全く気にしないでほしいよね、気にしないでほしいですね。ね、誕生日おめでとうございますってみんな言ってくれてますよ。ありがとう、うわありがとう、課金してくれてありがとう、課金